はいどうも、ラブホテルパテモサでございます。というわけで今回はとりあえずちょっと出かけの用事もあったんで、今神戸のとあるラブホテルに一人なんですけどてか安い部屋空いてなくって、こんなスーペルな部屋一人かよ、誰か呼びたいな。デリヘル呼ぶ？なかなかいいんですよこれ、素泊まり。そんだけどね、5500円ぐらい一泊、うん、お風呂もいい感じかな。まあまあ、だけど普通のビジネスホテルに泊まるよりは断然いいですよね、うん、断然いい、断然いいですよ。もちろんジャグジーもあるしね。いや、というわけで明日、本当はね明日から来ようかなと思ったんですけど、どうせならもう午前中ぐらいからちょっと会おうかなと思っている方がいらっしゃいますので、久々に、はい、というわけで本日はラブホパテモス、本日はとりあえずスタートはラブホパテモスで始めていきたいと思います。というわけで食い物もここサービス今回ゼロな、ゼロにした素泊まりにしたんで、コンビニに行ってなんか買ってきて一人宴会したいと思います。まあ、ライドもしようかな、パソコンも一応持っていてるんでね。はい、というわけでとりあえず行ってきます。買ってきたでー、買ってきたー、よっしゃ、買ってきたもんはお水、見にくいな、もうちょっとこすっか、水、酒の 1.5 リットル、お菓子、揚げは豚バラ軟骨の薄切りで、エルチキ、唐揚げくんレッド、これで晩酌です。今日はラブホ一人寂しい。というわけで乾杯。キーベー、一人ラブホだけどベー、うん、うまい、エルチキです。うん。まあでもたまにはこんな晩酌もいいよな。あ、今夜ちょい瓶で取っときゃよかったな。いや、ちょい瓶はちょい瓶でまず取るわ。全部ちょい瓶的なやつやもんな。なんか豚バラ軟骨すじり、めちゃくちゃ薄いじゃん。ペラペラですわ。ヒントよ、来い、はい、あ、うん、あ、美味しいじゃない。まあ、そういうわけでね、私はただいま服も着替えてきてないんだよ、この前着ちゃったな。靴下だけ持ってきた、靴下とパンツだけ、うん、まあ、いいよ、うん、男なんで2、3日ちょっと酸っぱいぐらいがフェロモンやと思いますわこれほんまに女の子と着てたら着替え持ってくるよなやましいことがあるな、持ってきてねえもん、ほんとに明日も明後日も俺これ着てるから多分セカンドストーリーで買う、うん、はい、というわけでただいま何時、何時やろ、11時前でございます。ライブをしておっとっとっと、酔っ払ってたら500の缶を3本飲んじゃいまして、ただいまお風呂を入れております。いやー、酔っちゃったな。インスタライブと YouTube ライブをしましてね、ライブをお湯を入れております。まあ、この後ちょっとジャグジーでねふがふがしながら、あとはもうまったりとおなぎでもして寝ようかなと思います。というわけで、あ、気持ちよくなっちゃったパテモスでございました。
時？何時だ？これ携帯どこやった？携帯をどこにやったかわからんけど、俺は俺の携帯がどこに行ったか、あったわ。枕元置いてあったわ。というわけですね。ございま、もう1時37分です。寝るわ。というわけで、おやすみー。ただいま8時半です。さあ、とりあえずお迎えが来る前にお風呂入って準備したいと思います。あー、よく寝たよく寝たわ。準備します。神戸三宮来ました。どれ取っといたいって、あのビル、あれがあれがなんか有名らしい。俺もよく分かって、あれ何、あ、ポー、あ、そうな、ボートライナー三宮を取んの、はい。まあ、とりあえずすごい人は少ないですね、人通り。とりあえず今日の目的はメガネを作って誕生日プレゼントポテモーってちゃちゃっと飲んでちゃちゃっと帰る。はい、緊急事態宣言ですんでね、鼻出したらダメですよ。というわけで行ってきます。逆光激しいな、逆光が激しい、逆光もちょっとセンター街、渋谷じゃないセンター街な、神戸センター街。とりあえずジーンズ行って、うん、まあ、だけどすげえ少ない人、少ないやろこれ、少ない方の、もう平日やし、あ、皆さん緊急事態宣言ちゃんとねやってます。うわ、めちゃくちゃマクドナルド並んでんやけど、密ってんじゃんか、めっちゃ、うん、マクドナルドめっちゃ密ってるやん、うん、まあしゃあないか。メガネ作りました。完成まで50本ほどあるんで、今から軽くちょっといいとこ見つけたんで、そこでお昼飯があってら飲んでこようかなと思います。行ってきます。ジャズ、多分ハッてると思う。うん、あ、うまいうまい、うん。さあ、メガネ取りに行こう。30分、40分くらいおったな。じゃあちょっと取りに行こうわ、メガネ。え、行ってくんの？バカラ買ってきてくれんの？あ、じゃあ、あの誕生日プレゼントでバカラいただきますんで、買ってきてくれる。その間私はメガネ、おニューのメガネを取りに行ってきます。行きます。よし、バカラももろった。というわけで今からちょっと離れたとこ行って、あの昼飲みしたいと思います。とりあえず都会からはちょっと離れます。いや、メガネもできた。行きます。行きます。うん、あれじゃ駅前って書いてある。神戸中央市場駅前。六甲道に行きました。いいね。え、こっちじゃない？そこら辺であれじゃないの？じゃあ俺分かんないけど。いいお店です。
俺ね、ビール飲みたいな。俺はビールが飲みたい。お疲れっす。美味しい。うまそう。うん、おいしい。もうチャーハンの感じ。よし、3軒目来ました。すごかったな、だけどさっきの人、スーパー三宮のドンみたいな人と飲んでました。まきにあのイカのお似合いをな、俺このパンだったんだよな。何は、いや、パン、パン、これ、いや、あんたそんなのさ、このパン、じゃあ食パン、これどうしよう、ま、帰ってから食おうか。うん、じゃあ帰ってから開けろ。帰ってから食おう。あのね、あの一緒に飲んだおじいちゃんが、おじいちゃんちゃう、おじいちゃんやってんけど、どう考えたほら、あんたどうやったの。いや、おじいちゃんやってんの、おじいちゃん、どう見てもおじいちゃんやってん。あのおじいちゃんがね、あの俺が外でタバコ吸ってたら、あの、ありがとうございます、あのタバコ吸ってたらね、あの一緒に飲んだおじいちゃんがね、はい、はいはい、乾杯乾杯乾杯。酔っ払っとるなぁ。いや、おじいちゃんがね、食パンをね、4個買ってきてて、あのあの、俺は何も言ってない。俺はただ申し訳ない。じゃあこれお兄ちゃん1個あげるよって言ってさ、俺これもらったんだよ。じゃあお前がずっと帰り際のおじいちゃん、あの袋3つ持って帰ってたんだよ。そうそうそう。で俺にだけくれたよ。俺だあそこ店、あのバーで飲んでるおじみんなに、で俺全く関係ないにこもられた。でおじいちゃんがなんか喋ってたよ、10分ぐらい喋ったけど、だけど、じゃあ、遅いな、帰ってくる。そうそう、待ってくる、そうそう、喋っとったの。そうそう、あげるわって言って、お兄さんこれあげるって言ってもらってさ、で俺が、あの4個あったから、あそこにいたお客さん全員にあげてんのかなと思ったけど、食パンもらいました。美味しい、あれ美味しい、有名な、あ、そうね、やった。帰ってきました。帰ってきました。ただいま7時でラストオーダーだったんで帰ってまいりました。あの昨日と一緒のホテルに泊めてくれることになりましたんで、おいしょ、ございました。で、これ誕生日プレゼントいただきました。バカラのグラスだそうですけど、まあこれちょっともう今開けたらややこしくなりますんで、まだ後日開けます。で、ジーンズでメガネ作ってきた。こうしようか、ジーンズでメガネ作ってきました。もうあの高いメガネは作らねえよな、もう。だから結構ね、その安かった分あの冒険しましたけど、このメガネを作ってきました。いやー、かわいいですね、これね、このメガネを作ってきました。あと、あの飲みに行ってたところでね、おじいちゃんと仲良くなって、なんかね、このあの食パン、どこの食パンかわからない、これ食パンでおじいちゃんにくれた。飲みに行ってたところで仲良くなっちゃってね、おじいちゃんに、ね、これあげるよって言われてさ、どこのやつ、これヒアパン、この食パンをいただきました。で、今日は結局3軒飲んで7時過ぎに例えばホテルに戻ってまいりました。ありがとうございました。はぁ、楽しかった。はい、というわけで2日間泊まりましたけど、深酔いと胃もたれでございます。というわけで今日は夕方から歯医者なんで帰ります。しんどい。
ただいま帰ってまいりました。もう1時半でございます。というわけで、今度は4時から病院です。マウスピースを作るというか完成させに行かないといけないんで、まだまだ今日は忙しい。まあ、だから十分遊びましたんで、今日はもうまだ飯食ってないんですよ。まだ飯食ってないし全然腹が減らない、というわけでちょっとゆっくりしてから病院行きたいと思います。行ってきます。歯医者行ってきます。帰ってまいりました。でも3日ぶりに服着替えたわ。今もう6時半です。というわけでもう今日はこれでクタクタで、ラーメンも食って帰ってきたので、もうあとはダラダラしようかなと思います。明日からお仕事なんでね。というわけでよく動いた3日間でございました。皆様もコロナ禍ですけども、ほどほどに遊んでください。というわけでポテモス協会でございました。この後編集しますけどね。ほな。